仕事が忙しく、なかなか家に帰ることができない一致。夫に対して申し訳なさを覚えていた一致だが、夫は一致のことを理解し、支え続けてくれたそうだ。しかし、夫の些細な変化に気づいたことをきっかけに、一致は夫の浮気を疑い始めるように。そして、ついに浮気の動かぬ証拠をつかんだ一致は、とある人物の力を借り、夫と浮気相手に仕返しをする計画を立てたのだった。自宅で浮気相手との逢瀬を楽しむ夫。浮気現場に突撃した結果、夫の浮気現場に突撃してやった。夫と浮気相手の驚いた顔が面白すぎて、今でもたまに思い出し笑いしちゃう。突撃したの？てか、できたのすごくない？そりゃあ、驚くだろうよ。詳しくお願い。どうやって突撃したのかとか、そもそも、なんで突撃しようとしたのかが気になる。リクエストにお答えして話していくね。私と夫の出会いは、大学生の頃だった。同じ学部だったため、同じ授業を受けることも多く、面識はあった。しかし、積極的に会話をするわけではなく、あくまで面識がある程度だった。だが、ある日を境に、夫がよく話しかけてくるようになった。最初は板書を写させてほしいとか、授業でわからないことがあったから教えてほしいという内容だったが、だんだん、休日は何をしているのかや、趣味は何かなど、プライベートな話題を振ってくることが増えていた。そんな交流を続けていくにつれ、私たちの距離はどんどん近づいていった。そして、私たちはいつしか恋仲となっていた。一緒に過ごす時間が増えて、夫のいろんなことが分かって嬉しかった。趣味、好きな食べ物や音楽のジャンル、お気に入りの昼寝スポットなんかも知ることができた。それから時は過ぎていき、私たちは大学を卒業。私と夫は、それぞれ内定をもらった会社へ入社した。お互いの仕事が落ち着くまで会う頻度は減ったが、その期間も半年程度だった。頻繁に会えるようになってからは、大学生の頃のように観光地へ足を運んでみたり、家でダラダラと過ごしたりしていた。そして、大学を卒業して3年が経った頃、夫からプロポーズされ、結婚するに至った。共働きのため、家事は分担しようという話に。夫は料理が苦手だったため、料理に関することは全て私が請け負い、夫には掃除や洗濯を担当してもらった。関係も良好。お互いがお互いを支え合って生活できているのがとても嬉しく、何回も素敵な男性と結婚できてよかったなと思った。それと同時に、ずっとこの生活が続けばいいなと思いを巡らせた。しかし、数年後、私たちの関係は、思いもよらない方向へ傾いてしまうこととなった。大学の同期と結婚した一致。夫と結婚できたことを嬉しく思い、二人の将来に希望を抱いていた一致だったが、とあることをきっかけに、二人の仲は破綻してしまうこととなった。結婚してから三年が経ったある日、私に部署移動の話が持ちかけられた。忙しくはなるが、その分給料も上がり、キャリアアップも望める。夫に話すと、自分のことのように喜んでくれた。よかったじゃないか。俺も嬉しいよ。本当？ああ、忙しくなるんだろう？料理はできないけど、他の家のことは俺に任せて、仕事に集中するといいよ。ありがとう。どうやら、夫は私の移動先に興味を持ったらしく。その部署では、どんな仕事をするんだ？とか。その部署の人たちって、どんな人が多いんだ？とか、いろいろ質問を投げかけてきた。私の仕事に理解を示してくれるだけじゃなく、興味を持ってくれたことが嬉しかった。1ヶ月後。私は新しく配属となった部署で仕事をしていた。新しく覚えなくてはいけないことが多いのに加え、割り振られた仕事の量も多く、私は多忙を極めていた。確かに、忙しいとは聞いていたが、ここまでだとは思っておらず、私の精神はすり減っていくばかりだった。しかし、部署移動をしてから1年が経った頃、私は、すっかり新しい仕事や環境にも慣れ、以前のように余裕のある生活を取り戻していた。仕事は相変わらず忙しかったが、慣れてしまえばこっちのものだ。出張も任せられるようになり、私はますます仕事に精を出していた。だが、家にいられる時間は減ってしまい、寂しい気持ちが募っていたのは事実だ。その気持ちを察してくれたのか、夫は。仕事、頑張ってね。無理するんじゃないよ。と、優しく声をかけてくれることが増えており、そんな夫の言葉が支えになっていた。しかし、私が部署移動をしてから2年が経った頃、夫が不審な行動をしているのに気づいた。この頃、以前より私の出張の回数が多くなっており、家を空ける頻度が増えた。夫には申し訳ないという気持ちでいっぱいだった。しかし、夫は、仕事だから、しょうがないよ。と、優しく声をかけてくれた。
私は、そんな夫の優しさに甘えていたのと同時に、完全に油断しきっていた。夫、怪しくなってきたぞ。油断しきっていた。ある日、私が出張先での仕事を終え、夫に電話をかけた際、電話の向こうの夫の様子がおかしいことに気づいた。妙に焦っており、息切れも激しい。え、どうしたの？なんか、息切れしてない？息切れ？いや、そんな、してないけど。いや、してるでしょ。てか、何か取り込み中だった？それなら、すぐに切るけど。あ、ちょっとな、後で折り返すから。あ、ちょっと。そう言って、夫は一方的に電話を切ってしまった。私が出張先での仕事が終わった後に、夫に電話をかけることは珍しいことではない。特に何も用事はなく、ただただ声が聞きたいから電話をするのだ。夫も同じ理由で電話をかけてくるし、私たちの間では、それが当たり前になっていた。まあ、この日はタイミングが悪かったのだろう。そう思っていたが、翌日も、そのまた翌日も、夫の様子は変わらないままだった。むしろ、私からの電話をうざったく思っているようだった。なんだよ。何も用事ないのか？なら、折り返すから。じゃあな。折り返すからと何回も言われたが、かかってくることはなかった。他にも、メッセージの返信が異様に遅かったり、夫から連絡をしてこなくなったのも気になった。この時点で、夫は私に何かを隠しているのだろうと思い始めていた。家に帰っても、どこか様子がおかしかった。よそよそしいというか、そっけないというか、そんな感じだ。あれ、いっち、帰ってたんだ。うん、意外と早く終わったんだよね。へぇ。自分の家だというのに、四六時中よそよそしくされ続けたせいで、思うように仕事の疲れを癒せなかった。ねえ、最近、なんかよそよそしくない？何かあったの？そうかな？そんなことないと思うんだけど。出張が終わって家に帰るたび、こんな態度を取られてしまうのは嫌だ。私は思い切って、夫によそよそしい態度の原因について聞いてみたが、ずっとはぐらかそうとするばかりで、欲しかった答えを得ることはできなかった。え、本当に？何か隠してない？隠してないって。そう？夫が戸惑っているのを見ると、そもそも、自分の態度が変わっているのに気づいていないのではと思った。しかし、どんな事情があろうと、私の中の夫に対する疑念は募っていくだけだ。この時点では、とにかく夫が何か隠し事をしていることは分かったが、日を重ねていくにつれ、だんだんと何を隠しているのかが顕著に見え始めた。夫は浮気をしている。私が料理をしようとすると、食器の位置が大幅に変わっていることに気づいた。夫は私が出張中でも、料理をすることなく、食事はすべて外食かコンビニ弁当で済ませていたはずだ。ねえ、料理するようになったの？え？なんで？もしかしたら、料理に興味を持ったのかもと思い、話を聞いてみた。しかし、夫は戸惑いを見せるばかりで、私の質問に答えようとしなかった。いや、普通に気になっただけなんだけど。食器の位置が変わってたからさ、料理でもしたのかなって。そうか。そういうことか。そうなんだよ。さすがに、外食ばかりじゃ体壊しちゃうだろ？そうなんだ。え、何作ったの？カレーだったかな。ふーん。この会話をきっかけに、私は夫が浮気をしているのではと思うようになった。心変わりしたのなら話は別だが、夫は絶対に自ら料理はしない人物だ。私が出張中、外食ばかりだと体を壊すかもと、料理を勧めたことがあった。しかし、夫は、俺には絶対できないよ。それに、外食だけでも大丈夫だって。と、かたくなに料理をしようとしなかった。実は、食器の位置以外にも、気になることがいくつかあった。特に気になったのは、妙に部屋の中が片付いていることだ。確かに、掃除は夫がしてくれていたが、その事実を踏まえても、妙に小綺麗な感じがしていた。夫が浮気相手を家に連れ込んでいたと考えると、すべて納得がいくことだ。料理も掃除も浮気相手がしていたってことか。そういうこと。私は、すぐに浮気を確信に変えたく、夫の身の回りを探り始めた。と、言っても、いきなり探偵に依頼したり、自ら尾行したりすることはしなかった。手っ取り早く楽に浮気の証拠をつかむには、夫のスマホの中身を見るのが一番いいと思ったのだ。もし、確信できるものがなければ、その時はその時だ。夫が寝ている隙に指紋を拝借して、なんとか夫のスマホを開くことに成功。自室に夫のスマホを持ち込み、それっぽい女性がいないか探した。案外すぐに浮気相手と見られる女性を見つけることができて安心したが、すぐに戸惑いの感情が顔を覗かせた。
なぜなら、その女性は私の知り合いだったからだ。その女性の名前は A 子ということにする。A 子は大学の同期で、たまに話す程度の仲だった。夫とは同じサークルだったらしく、たまに見せてもらったサークルの写真には、よく A 子が写っていたのを思い出した。A 子と夫のやりとりを見ていくと、二人がこのような関係になったのは、約一年前に行われた、サークルの集まりの時だということが分かった。その日から毎日のようにやりとりをしており、集まりが終わって1ヶ月後には付き合い始めていた。A 子も結婚しているらしく、付き合い始めた当初は、ホテルで仰せを重ねていたようだが、ある日を境に夫は A 子を家に連れ込むように。そこから、ずっと二人が仰せを重ねる場所は、私のいない家になっていた。私は震える手をなんとか押さえつつ、やりとりをすべて撮影し、パソコンに移した。そして、そっと夫のスマホを元の位置に戻した。浮気を確信できたのは良かったが、相手が知り合いだったということもあり、それなりにダメージを受けた。しかし、その感情は次第に怒りへ変わっていった。浮気が確定した時点で離婚を決めたが、ただ離婚するだけじゃつまらないし、逃がしてしまったようで余計に腹が立つばかりだ。絶対に夫と A 子を痛い目に合わせてやろうと思い、すぐに計画を立て始めた。浮気相手が知り合いだったのきつすぎるだろ。同窓会とか卒業後のサークルの集まりって、浮気の巣窟みたいな感じがする。だから、そういう集まりの場に配偶者を行かせたくないっていう人の気持ちもわかるなぁ。夫の態度に疑問を持ち、次第に浮気を疑い始めた H。夫のスマホを覗いてみると、大学の同期と浮気をしていたことが判明。浮気されていたことに怒りを覚えた H は、離婚を決意。しかし、それだけじゃ物足りないと、仕返しをすることにしたのだった。夫の浮気を確信してからは、前以上に食器の位置や、掃除用具の位置を気にするようになった。また、私が普段使っているスキンケアや、シャンプーの量も気にするように。あまり使っていないはずの化粧水が減っているのを見たとき、A 子に勝手に使われているんだと思い、怒りが湧いてきた。高い美容液が大幅になくなっていたのを目の当たりにしたときは、あまりにも腹が立って大きなため息が出てしまった。あれ、スキンケアするようになったの？すごい意外。え、スキンケア、なんで？もしかして、何かの量が減ってたりした？え、いや、別に。最近、肌の調子良さそうに見えたからさ。ああ、そういうことか。浮気に気づいたのがバレるかもと思いつつ、夫に話を振るのも楽しかった。夫のおどおどした表情が面白く、いかにも何か隠していますという感じが何とも言えなかった。一致余裕でくさ。余裕は全くなかったよ。むしろ、余裕を持ちたくて、夫をからかっていたっていうのが正しいかもしれない。少しくらい警戒心を持ってもよかったのに、夫は全く A 子の気配を消すことはなかった。むしろ、A 子の影を濃く感じるようになった。料理をした痕跡を残したままにしたり、私のでも夫のでもない髪の毛が洗面所に落ちていたりと、浮気を隠そうとしているのかどうかを疑うレベルだった。私はそれらの証拠になりそうなものをすべて写真に収め、パソコンに保存した。相変わらず、私が出張先から電話をかけても、対応してくれない日も多く、メッセージの返信も異様に遅かった。時計を見て、この時間帯は A 子と一緒に家にいるんだと考えるのが癖になってしまい、その度に惨めな気持ちになった。そんな生活を送って1年が経った頃、ようやく準備が全て揃ったため、ずっと計画していた仕返しを決行することにした。来週、また2日くらい出張なんだよね。また、一人にさせちゃってごめんね。あ、そうなんだ。頑張って。俺のことは気にしなくていいからさ。私が出張を告げると、夫の表情が少しだけ明るくなったような気がした。夫と A 子が会うのは、必ず私が出張に行っている時だ。逆に言うと、それ以外は会わないようにしているらしい。だからこそ、夫は私が出張に行くのを、誰よりも心待ちにしているのだった。大丈夫？寂しくない？何言ってんだよ。ほら、出張に行く準備しなくていいのか？夫に、もう気持ちはなかったが、ここに関しては、嘘でもいいから寂しいって言っとけよと思ってしまった。そのまま、私は夫に言われた通り、出張に行く準備をするふりをした。実は、私が出張に行くのは嘘。伝えた出張の日数というのは、私がリモートで仕事をする日数だった。私が出張で家にいないとなれば、夫は A 子を家に連れ込んで、大勢を楽しむ可能性が非常に高い。私が考えた仕返しの内容は、いい感じの雰囲気になった時に現場に突撃して、離婚を突きつけてやろうというものだった。もっと何かできないかなとも考えたが、この仕返し方法が一番シンプルだろう。
当日、私はいつも出張に行くときと同じように大きなキャリーバッグを持ち家を後にした。じゃあまた2日後ね。ああ。夫はかなりそわそわしており、 A 子に早く会いたくてたまらないんだろうなと思った。だいたい A 子が家に来る時間帯は決まっていた。夫が仕事の日は19時頃で、休みの日は10時頃だ。その日、夫は仕事が休みだったので、10時頃にやってくるだろう。私は時間になるまで寝カフェで仕事をした後、A 子が家に来たかなというタイミングで家に帰った。こっそり家に帰り鍵を開けた。すると、玄関には私が普段履かないような女性物の靴が脱ぎ散らかされていた。A 子のものだとすぐに分かったのと同時に、予想が当たって嬉しくなった。その後、こっそり自室に戻り、リモートワークを続けた。マジで、最高だわ。一致が出張多くて助かるよ。ね、たくさん会えて嬉しい。誰にも気づかれないし、最高の場所だよ。隣室は夫の部屋だ。こっそり、聞き耳を立ててみると、夫と A 子が二人で楽しそうに話しているのが聞こえてきた。一致もさ、なんで気づかないんだろうな。私だったら絶対気づくんだけど。でも、一致が鈍感だから、こうして会えてるんでしょ？まあ、それはそうか。鈍感なのはどっちだよというツッコミを心の中でし、そのまま話を聞き続けた。バカにされているはずなのに、怒りは湧いてこなかった。緊張していて、そんな気も起きなかったのだろう。数分もしないうちに会話はどんどん減っていった。そして、代わりにシーツの擦れる音や、生々しい音や声が聞こえてくるようになった。耳を塞ぎたかったが、ぐっと耐えた。数分後、二人の荒い息遣いが聞こえてきて、ことが終わったことを察知した。今だと思い、私は隣室に足を踏み入れた。ちょっと。一致？なんでここに？ちょっと。私の姿を見た瞬間、夫は目を見開いて驚き、A 子は悲鳴を上げながら一生懸命自分の体を隠していた。随分、楽しんでたわね。お前、いつから？てか、なんでここにいるんだよ。出張じゃなかったのか？あれは嘘。あんたたちが浮気してるって知って、現場を抑えてやろうと思ってね。そんな。バレてなかったんじゃないの？そのはずだよ。さっきの会話、全部聞いてたわよ。私のことを鈍感だとか、よく好き勝手言ってくれたわね。待って、そこから知ってるってことは。あんたたちがしているところも、全部聞いていたから。その瞬間、二人の顔が青ざめたのが分かった。とりあえず、早く服着て。もう一人お客さんが来るから、詳しい話はそこで聞くわ。お客さんって。誰だと思う？ A 子は分かっているようだった。しかし、自分の予想を信じたくなくて、私に質問してきたのだろう。分かってるよね？なんとなく。B を？正解、B をも呼んじゃった。B をというのは、A 子の夫で私と夫の大学の同期だ。もともと、B をだって分かってたの？てか、よく家に呼べたね。連絡先知ってたの？いや、わからなかった。でも、夫の浮気相手が既婚者の A 子って知ったとき、A 子と仲良くしていた友達に聞いてみた。そうしたら、すぐに B 子が夫だって教えてくれた。その流れで、友達に事情を話して B 子の連絡先もらって、接触した感じ。B 子に A 子が浮気しているって伝えたとき、あまり驚いていなかったのが、印象的だ。しかし、意外にも仕返しがしたいと相談をすると、話に乗ってくれた。やっぱりしてたんだ。相手があいつだっていうのは意外だけど。浮気してたっていうのは分かってたの？なんとなくな。そろそろ、どうにかしないとなって思ってたんだ。一致に協力するよ。俺も、いろいろ A 子に言いたいこともあるし。二人が急いで服を着ている姿を見て、ふと、以前交わした B 子との会話を思い出した。夫も A 子も逃げる気はなかったのか、服を着終えると、静かに B 子が来るのを待っていた。数分後、鍵を開けたままにしていた家のドアが開く音が聞こえ、B 子が部屋に入ってきた。もともと、B 子には仕返しの内容と、日時は伝えてあったため、スムーズに話が進みそうで安心した。おい、A 子、何してるんだよ。B 子くん。これは、その、お前に聞いてるんじゃねえ。俺は A 子に聞いているんだ。B 子は思ったより怒っていた。怒りをあらわにさせ、A 子に詰め寄り話を聞き出そうとした。その剣幕にやられ、A 子は口を開けないようだったが、構わず B 子は A 子に詰め寄り続けた。浮気。いつから？1年以上前。サークルの集まりがきっかけだよな。A 子は、なぜそこまで知っているのかと言いたげな目で B 子を見ていた。お前、わかりやすすぎるんだよ。男物の香水の匂いつけて帰ってきたり、急に服の趣味変わったり。
俺が気づかないとでも思ったのか。俺も舐められたもんだな、まったく。そんな。そんなじゃねえよ。もう、お前とは離婚だ。そんなにその男が好きなら、そいつと結婚したらいいだろ。おい、なんで俺も離婚するみたいになってるんだよ。イッチは何も言ってないだろ。この状況で、まだ離婚が回避できると思っている神経がすごい。いや、私も離婚したいなって思ってるんだけど。そもそも、離婚したいって思わなかったら、こんな面倒なことしなくない？おい、嘘だろ。ここで嘘なんて言うわけないでしょ。あなたとは離婚するから。ちゃんと、慰謝料ももらうからね。もちろん、英子からも。え、私も？あ、俺も二人に慰謝料請求するからな。離婚を突きつけられた二人は、ごね続けた。この様子だと、離婚が嫌だというより、慰謝料を払いたくないという気持ちが強そうだ。お願いだ、やり直そう。その方が絶対にいい。英子もそう思わないか？私も思う、やり直したい。ねえ、お願い。二人がごねたところで、何も変わらない。私は自分のスマホを取り出し、証拠の一部を見せた。なんで、それを。なんでだろうね。言っておくけど、他にもたくさん証拠はあるから。ごねてもいいけど、事実は覆らないことと、私と DO の気持ちが変わらないことは覚えておいて。私が他にも押さえてある証拠を見せると、A子が声を上げた。ねえ、確かに、私たちが悪かったかもしれないけど、そんなことしなくてもよくない？証拠とか言って、スマホに保存してさ。キモいんだけど。あんたたちがしたことの方が、何倍もキモいけどね。確かに。もういい、離婚する。ねえ、二人で一緒に暮らそう？その方が、絶対幸せになれるから。よく考えて。私たちのことはめたんだよ。これからも、そんな人と一緒に生活できる？英子の言葉を聞き、夫は気持ちを固めたようだ。確かにそうだな。ああ、いいよ。離婚したいならしてやるよ。本当？じゃあ、離婚届にサインしてね。貸せ。そうだよな、信用できない奴と一緒に生活なんて。そうよ、本当にキモい。夫と英子はブツブツ文句を言いながら、それぞれ離婚届にサインをした。ほら、これでいいだろ。私も書いた。これで、ようやく離れられる。はい、ありがとう。慰謝料も請求するから、逃げないでね。当然だろ。それにしてもよかったわ。お前みたいな奴に、金を食いつぶされなくて。何言ってるの？食いつぶすほどの稼ぎなんてないくせに。あれ、言ってなかったっけ？俺、昇進の話が来てるんだよね。給料も上がるんだ。お前なら、調子に乗って使い倒すだろうし、そんなことになる前に離婚できてよかったなって。え？A子は DO が昇進する話を知らなかったようだ。それに続くようにして、私も夫に事実を伝えた。実は、私も昇進の話が来てるの。あんたが遊んでいる間に、頑張って仕事してよかったわ。え、お前も？そう。給料も結構上がるんだって。まあ、もうあんたには関係ない話だけど。私たちの昇進の話を聞き、夫と A子は、先ほどの異性が嘘だったかのようにおどおどし始めた。やっぱり、離婚はなしにしないか？俺、心入れ替えるから。私も。家のこともたくさんやるし、無駄遣いもしない。ねえ、いいでしょ？この時点で、二人が金目当てだということがわかる。誰がやり直すと思ってるの？本当に都合のいい頭をしているのね。やっぱり、お前と離婚できてよかったわ。金目当てだもんな。そんなに金を使いたいなら、自分で働いて稼ぐんだな。わかったか？そんな、やり直してくれよ。お願い。結局、二人はごね続けたが、私たちの気持ちが変わることはなかった。その後、離婚届を提出して、離婚が成立した。慰謝料の話し合いをした際に分かったが、二人は本当にお金がなかったそうだ。しかし、そんなこと知ったこっちゃない。しっかり、それなりの額を請求した。今は新しい家に引っ越し、一人で快適な生活を送っている。DO の連絡先を教えてくれた友達が教えてくれたが、夫と A 子は破局してしまったそうだ。やつれた夫の姿を、コンビニで見たということも教えてくれた。今のところ、A 子の目撃情報はない。夫と離婚できたことで、前より仕事に集中することができ、毎日が楽しい。やはり、浮気ワーク。家で大勢を重ねていた夫は、最終的に現場に突撃されてしまい、離婚を突きつけられてしまうこととなった。あなたの周りに、夫のような身勝手な人物がいたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。
ちなみに、2023年の時点でフルリモートワークを実施している企業は、全体の約 18% だそうです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。